皆さんこんにちは。こんにちは。このチャンネルはウェディングのフリーランスの方に向けて情報配信してるんですけど、今日は長濱恵美奈さんにお越しいただきました。お願いします。はい。長濱さんといえばですね、まあ知らない方もいるかもしれないんですけども、まあビデオの映像の会社の方を今経営されていまして、まあ元々はもちろん多分、フリーランスから始まって、順調に売り上げを伸ばして会社設立して今に至るっていうところなんですけど、まあ、あとソニーのメーカーさんの方と組んで、まあ、セミナーやったりとか、まあ、ビデオサロンっていう専門誌とか、そういうのにしょっちゅう掲載されたりとか、あと CM の仕事とかも今結構やられてるんですかね。はい、広告の映像を作ってます。まあ、そういうのでもう大活躍中というか、まあ、すごい方なんですよ。ざっくり言うと。ざっくり言うとすごい方なんで、まあ、かなり参考になるんじゃないかなと思いまして。もともとは、ウェディングをやっている、まあ、映像をやっていた会社の社員でやられてたんですよね。はい。うん、そうです。そこから独立して、まあ、あれよ、かれよと、あっという間にどんどん伸びてっていう感じなんだと思うんですけども、うんうん、まあちょっと、自分とは正反対というか、やり方が全然違うので、うん、それはそれで面白いなと思って、うん、お呼びしたっていうのもあるんですけど、はい。はい、実際、はい、どうやって売り上げ伸ばしてきたんですかね、その大きくするにあたって。そうですよね。うん、実際でも売り上げ伸ばしたのは、でもね、もう、前の会社から一切お客さんを引っ張ってこずに、もうゼロからやったので、だから、特に営業に回ったとか、そういうのはしていないんですけど、唯一そのスタートしたのは、Facebook で独立しますってこう報告して、で、まあ、そうすると友達とかが、独立したんだ、みたいな。それで、なんか、じゃあこれどうみたいなんで、全然ウェディングじゃない話とかも、お仕事でもらったりとか、うんうんうん、でだから最初はウェディングとか、こういう映像やりたいなと思ってたけど、それだけじゃない、まあ、来た仕事は何でも臨機応変に受ける、うんうん、でも基本的には多分 Facebook でこんなやつやりましたって言ったら、それがなんか似たようなのがなんかきっとやりたいっていう人が、うん、ダイレクトメッセージ来て、うん、で友達から紹介してくれたりとか、うん、っていう感じなんで、だいたいこういうのやったよってやると必ず次誰かから連絡が来るっていうサイクルかもしれない。うんうんうん、なんかそれはやったことない仕事も受けてたんですか？ああ、はいはい。やったことない仕事は割と結構低単価に受けてあげて、うんうん、でまあサンプルがないから、うん、だからなんかいくらかみたいなで、こんなのができるよみたいなのもあんま見せれないから、うん、まあ、向こうが求める金額が結構安くてもとりあえず受けて、うん、で1個それが結構、まあ、めっちゃいい感じにその、ね、これ例えばそれが5万やったとしても、うん、20万ぐらいで次は撮れるぐらいの映像を作るとか、うん、でそれが例えば20万ぐらいでも、うん、まあ、50万60万ぐらいで売れるような映像を作るとか、うんうん、でそうするとそれが営業のツールになるんで、うん、またその次、それで、あ、こういうの作りましたって Facebook でやると、うん、でそれやりたいって、いくら50万って言えるから。うんうん、だから、やったことない、やったことないその業界っていうか、その分野の、うん、まあ、レシピ系、料理系とか、例えば。うんうんうん、だったら1回目は絶対安くて、必ず受注できるようにするみたいな。断らずに、必ず、うん、そう、なんか、って感じですね。なんかそれ、まあ、俺らもそうだったんですけど、うん、でも中には、うん、これ結構多分多いと思うんですけど、うん、やったことない仕事を受けることに対しての抵抗がある人って多分結構いるんじゃないかな、うん、そういう相談とか結構受けるときに、うん、いやでもこれやったことないんで、ちょっと僕にはできないですとか、うん、私にはできないですってなっちゃう人も結構いて、うん、それすごいもったいないなっていつも思ってて、とりあえずやるっていうふうに受けてくればいいのになと思うんですけど、うん、やっぱり断ったことはないですね。ない。それはなんか、なんでですか？なんか、要はやったことないことだから、うんうん、自信なんてないじゃないですか、基本的には。そうね、うん。でも、断るイコールもう仕事絶対に次つながらないので、うん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 。だから、相談来たら絶対に断らないっていうスタンスで、まあ、どんな案件でもやってました。うんうん、
て、まあ、例えば安い案件からの相談でも、それが例えば本当にタダでやってあげたやつが、今では年間結構何百万みたいなに広がってたりとかするし、だからそう、求めてきてくれるっていうことにやっぱり感謝して、ね、で、それにこうどう応えれるかっていうのをやってあげると、すごいお互い気持ちいいし、またなんか依頼くれるんですよね。でもなんかその時に、その例えば安かったとしても、なんかやってあげてるじゃなくて、わ、結構厳しい金額だねって言いながら、しびれるねとか言いながら気持ちよくやってあげるみたいな。そうすると、あ、結構安いんだな、この金額みたいなのは、なんか向こうは把握してくれるけど、でもなんか気持ちよくやってくれるから、次はじゃあいくらぐらいでいけるとか、いくらぐらいがいいのみたいに聞いてくれるから、まあ、本来だったらこれぐらいはもらってるよみたいなふうに言うと、あ、そっかみたいな、じゃあ次はそれぐらいのなんかお仕事持ってくるねみたいな感じで言ってもらえることが多いですね。ちょっと細かいところなんですけど、それは、じゃあ、作り終わって、まあ、例えば納品し終わった後にそういうことを言うのか、もともと特別の金額だよっていうのを出もとしてもるのと打ち合わせの段階から、もう予算はいくらって私必ずもう初期の打ち合わせで聞くのね。で、後から蓋開いたらこれぐらいの予算だったらできないから、できる予算の中で提案するよっていうのは言っていて、だけど、予算に合わないこういう希望があったとしたら、なるほど、みたいな。結構、まあ、これぐらい日数もかかっちゃうし、これぐらいの本当は実費かかっちゃうけどって、まあ、でも、やってみたいしって言って、で、そう、頑張るわ、みたいな感じで、誠意を見せてあげる、それでどんどんこうお仕事の幅が広がっていって、いろんなことを受けるようになっていって、まあ、売り上げが上がっていったみたいな感じそうだってとこ思といですまか、す。ざっくり言うそう。と。だから、なんか、あ、この人と仕事やりやすいなって、なんかこう、何を求めてるかみたいなのを、なんか、しっかりこう、ポイントで握ってあげれれば、仕事やりやすいって思ってもらえれば、もう、リピートで仕事くれるんで、ちょっとでも、なんか、例えば、あなた、業界のことよくわかってないね、みたいな子もいっぱいいるけど、それをなんか、押し付けしちゃうと、もう、やりづらいじゃないですか。で、そうすると、もう、仕事をもらえなくなっちゃうんですよね、ちっちゃい仕事でも。だから、どれだけスムーズに、まあ大変な案件だったとしても、こうスムーズに仕事を一緒に楽しんでできるかみたいなのは、確か多に。分一番重要かなと映像ってそこら辺むずいですよね。思その相場感がやっぱ普通の人ってわかんないし、なんか長さで測る人もいるわけじゃないですか。5分だからこのぐらいでしょとか、1時間だから高いとか、でもそういう問題じゃないわけですよね。なかなかその辺の、なんていうんですかね、こう、価値を伝えるのが結構難しい商品なのかなっていう気がするんですけど、それをじゃあ、じゃあ例えば30万円ですとかって伝える、その価値を伝えるときに工夫してることって何かあるんですか？価値を伝える。でもね、やりたいと思ってもらえるか、ワクワクしてもらえるか、みたいなので、その値段が決まるから、だからなんか、まあ、私の良かったところは、そのやっぱ前の前職で、まあ、その金額が大体、その一番底辺の金額みたいなのがもう根付いてたから、だからその安い、例えば安い金額みたいなのがあんまもともともう提示ないのよ、感覚的に。で、それが例えばフリーランスからスタートしてたら、きっと5万円とかでもありがとうございますっていう感覚だったかもしれないから、だから、その自分の根本的にこれは安いな、高いなって思ってる金額が多分言葉にもなんか、なんとなくね、雰囲気が出ちゃうから、それで相手には、うん、このプランはこれぐらいが当たり前っていうのが伝わるから、空気で悟るっうていうようん、例えばさ、映像なんてもう値段マジで違うじゃん。1個の映像、これ10万で売る人もいれば30万で売る人もいれば200万で売る人もいるわけよ。だけど、それを当たり前のように、ちゃんと、まあ、その人にとってどれぐらいお金が必要か、それをやるにあたって受けれるか。で、話だから、そうそう。だから、自分がおかしな金額を言っちゃうと多分合わないんだけど、それをちょっとずつ金額が上がるように、まあ自分の中で、まあどう蓄えていくかっていう感じかな、きっと。
なんかそういう意味では、なんか例えば賞を取ってたりとか、その大手のメーカーとセミナーとかやってるとか、そういう実績は生きたんですか？なんかじゃこの人すごい人だから高いんだろうな、みたいよくね、高いって思われるけど、私結構安いの。な。あ、そうって思っている自分ではね。まあ分からん。なるほ ど。まあ他の人からしたら高いかもしれんけど、でもよく、そんな金額でできるんですか？みたいなああ、なるほどね。感じで言われたりはする。だから割と平均の金額でしっかり提示するから、フリーランスやった時はフリーランスの平均的な金額を提示してたし、会社化したらやっぱりいろんなお金がなんかね、必要になっちゃってるから、経費かかるから、だからやっぱ値上げしても特に言われないっていうか、それはそれぐらいかかフるリーだラろンスのう時を知ってる人で、そな。の会社にしても頼んできた人は、値上げしても別に違和感がないからってことね。ああ、なるほどね。理解してもらいますね。あれも不思議ですよね。会社にしたから値段上がって当たり前みたいな、なんか常識みたいな。そうでもないのになっていう、別に、やることそんな変わんないわけじゃないですか。まあでもさ、バックオフィス雇ってたりとかさ、で事務所をやったりとかさ、で次の会社は次の展開でどんどん大きくしていかなあかんから、利益残さないといけそうないそうかそう、らね。浪費するような案件じゃもう受けれないから、その金額だったらごめんねってなっちゃうわけじゃないですか。っていうあれだから、理解はあるよね。多分フリーランスの人が依頼したら理解はないかもしれないけど、会社化したタイミングでフリーランスからの依頼はなくなったから、会社間の仕事になったので、そういう意味ではまあ普通の流れかな。まあ、要は自分でやるか、人に任せるかっていうところで、利益の残し方って変わってくると思うか。まあ、自分でやればね、上がり100%になるけど、まあ、会社だとなかなか自分でできなくなるから、まあ、人に動いてもらった上で利益残すっていう意味で値上げするのは当たり前だって、多分そういうのがみんな染みついてるっていうようなイメージなのかなと思うんですけど、結構今の時代ってフリーランスでもそのアウトソーシング活用したりとかで、やってる人もいるから、結構そのなんか会社とフリーランスの差みたいなのが、ね、結構今後なくなっていくんじゃないかなって気もしなくもないなって思っているんですけど、なんかよく経営者とそのフリーランスは別の生き物って思ってる人が結構いるんですよね。でも実際やることってそんな変わんなくて、まあ、フリーランスでも正社員雇えるし、なんかチーム作ってる人、例えばフリープランナーとか、まあ、フォトグラファーでも自分のチーム持ってたりとかするじゃないですか。そういう人ってマネジメントには結局やらなきゃいけないし、お金のことも多少詳しくならなきゃいけないし、あんまり今、フリーランスと経営者ってそんな別の生き物というか、結局やることってそんな変わんないんじゃないかなっていうのが、まあ、自分の意見なんですけど、なんかその辺ってどうですか？ちょっと売り上げの話だと出ますけど。そうだね。だから、そうね。どういう会社をやるかによって変わんない。だから、まあ、屋号を作って、で、まあ、2、3人ぐらいの株式でずっとやっていくっていうので、OK であれば、多分一緒だと思いますね。だけど、まあ、会社にね、こう、した段階で、やっぱ、自分の利益じゃなくて社会にどれだけ貢献できるかっていうとこだからさ。社会貢献 い性や、という本や当つに。を。だってさ、税金もやっぱ法人税でいっぱい払わないといけないしさ。で、やっぱ人を雇用したら社会保険とかもね、入れてあげなきゃいけないし。って思うと、自分だけの利益がたくさんあればいいんだったら、私は絶対フリーランスのままの方がいい。おすすめ。そうそう。だけど、なんかこういう人にもっと多くの人に届けたいなとか、そういうのがあるんだったら一人ではやっぱそれなはるかほなど、わなそういでかすら、ね。だから会社にする。でも会社にすると人をね、メンバー集めたい。でも自分だけの利益だったら人は集まらないわけじゃないですか。だからやっぱりそういうどうやったら人の役に立つかなとか、社会貢献できるかな。社会貢献って言い方硬くなっちゃうけど、ちょっとでっかいそう話になそう、りそう世のだね。中の、こういう人たちに、いっぱい届ける役に立つにはどうしたら、どんな映像がいいかなとか、どんなね、ドレスがいいかなとか、足りてないかなとか、っていうのは、そう、やっぱり、そのね、フリーランスと会社の大きな違いだから、自分はお金めっちゃ貯めるぞって考えてるんだったら、フリーランスの方が絶対いい。まあそうですよね。なるほど。かじな。ゃあ、まあフリーランスから会社になるまで、まあ売り上げは
とりあえずちょっとざっくりですけど、まあ、人の紹介とかやったことない仕事を積極的にやっていくことによって、まあ、徐々に伸びていったっていうのはすごい分かったんですけど、まあ、次回はそもそもなんで会社にしたのかとか、もともとそのつもりでいたのかとか、もっと具体的にじゃあどうやってその売上の方も伸ばしていったのかとか、まあ、そういうのを聞いていきたいなと思いますので、今日はこの辺にしておこうと思います。はい。じゃあどうもありがとうございました。ありがとうございます。